ラファエルは日本の男性実業家、投資家、作家、YouTuber ーー、大阪府出身、株式会社、キー所属、元自衛官、愛称はラファさん、柴田綾光と炎上軍名義でも活動している。2014年当時、偶然見かけた YouTube のテレビ CM をきっかけに自身の YouTube チャンネルを立ち上げる。 また当時勤めていた会社の営業取引先への顔バレを排除し、素顔をさらさない、スタイルのキャラクター作りを模索した。当初スーツ姿に目口に穴を開けた紙袋をかぶり、撮影を行ったが、見た目へのこだわりからより良いアイデアを求めていたところ、ビレッジバンガードで、ラファエルのトレードマークとなる白い仮面を見つけ、現在のスタイルを確立した。ラファエル・ラフアルチャンネルは、 登録者数1万人達成までに約1年半がかりの期間を要している。この間、市場の調査、解析を行い、少年期に熱中していた、ロンドンハーツなどのシーンやバラエティを参考にした、下世話な金持ちキャラとして、夜の街に繰り出すキャラ作りを行った。また、企業案件においては、ステルスマーケティングをあえて行わず、オープンにするといった、 これまで他の YouTuber が踏み込んでいなかった、ブルーオーシャンをターゲットに、チャンネルの地盤を固めた。2019年1月22日、ラファエル・ラフアエルチャンネルのアカウントが、YouTube 運営により停止された。理由は、YouTube の利用規約が1月に変更になったことで、過去約3年分の動画すべてにチェックが入り、新規約に違反するがチャンネルに残っていたことによる、削除と推察された。 メインアカウントの停止を受けて、同日、当時のサブチャンネルで騒動に対する謝罪と、今後同チャンネルをメインチャンネルとして運用する、旨の通知を行った。またアカウント停止直後から、交友のあるユーチューバーたちが、新アカウントへの登録を呼びかけるなど、ウェブ上で多くの反応が見られた。その結果、1月21日時点で38万人だった。 登録者数は23日には60万人を突破した。仮面を取り帽子を被ったスタイルの時は金色とも白色とも取れる髪の色をしている。これはブリーチをしているわけではなく本物の白髪であることを告白した。上記の通りユーチューバーとしてはヒカル、柴田とはたびたびコラボをしている。財界人としてはドンキホーテの元代表取締役社長。 大原浩二と、孝志ともに交友があり、メインチャンネルや、インスタグラムにもたびたび登場している。アーティストとしては、ラッパーの t s と交友があり、こちらもメインチャンネル、またインスタグラムに、たびたび登場している。また、動画には、自身のマネージャーが出演するほか、撮影などの補助として、ハギちゃん、岡野陽一、伊藤愛心、竹崎元彦医師、前田翔医師、 山田真理子医師などが出演することがある。https コロンスラッシュスラッシュ liver-search.com スラッシュアーカイブズスラッシュ2585ありがとうございます。